アジカ水素は化学式を h n 酸と表される無機酸の一種アジカ水素酸とも呼ばれる刺激臭を有する無色透明の液体爆発性を有する CAS 登録番号は7782から79から8シアン化水素並みの猛毒で皮膚、粘膜などを刺激する取扱いには適切な設備と厳重な管理を要する アジカ水素は1890年、テオドールクルチュースにより最初に単理された。アジカ水素は弱酸性を持つ。水に溶けやすく、水溶液は多くの金属を水素を放出しながら溶かす。その時、金属のアジカ物を生成する。多くの金属アジカ物には爆発性が知られる。また、無水物の結晶は加熱により分解し、金属の純品を与える。 鉛や銀、水銀の味化け物は水に何用であり、そのことは、ハロゲン化水素と味化水素との類似点である。味化け物はまた、妖怪アルキルと容易に反応する。カルボン酸ハロゲン化物やアルデヒド、ケトンなどに作用させると、シュミット反応を引き起こす。味化水素は味化ナトリウムなどの塩に酸を作用させている。毒性は生産に匹敵し、後遺症の報告もある。 アジカ水素は揮発性と高い毒性を持つ。蒸気を吸い込むと、刺激臭を感じるとともに激しい頭痛に見舞われる。蓄積性はない。アジカナトリウムが胃酸と反応し、アジカ水素を発生させ、治療者に二次被害を与える、危険性がある。日本でも、医療スタッフに二次被害が発生した事例がある。ありがとうございます。